聞けば聞くほど味が出る、まあ、そういう感じの男性だと思います。聞けば聞くほど味が出る男性、はい、それはギターなのかな、ボーカルなのかな、語りが、はい、歌でもなく語りが一番。ギターとか歌はどうでもいいのかな。まあ言ってみればそういうことですかね。まあ、僕もですね、ロッキーさんの、新顔のトークにはですね、だいぶやられてる口で、一度聞いたことある方はやみつきになります。それだけをですね、常用すると結構きついんだけど、ないと困るものって言ったら、タバスコみたいな感じですかね、言ってみればね。でも、こう見えて、今日もね、変なメガネしてますけど、こう見えて、ウィークデーは結構まともな人なので、皆さんぜひ誤解をされないように、お願いできればと思いますけど。はい、行きましょう。はい、よろしいか。それではロッキーさん、よろしくお願いします。最初に拍手しませんと、拍手大分殴れますんでね、わずか15分ぐらいでね、私の人生を歌いますので。時々小倉慶と時々ごめんなさい、小倉慶と井上陽水、間にさだまさし入れますんでね、時々声が似てますんでね、目を閉じると小倉慶だったりね、言わせるとしますんで、あ、巻くのね、歌にあんまり自信がないんでね、喋りを長くするんですけど、何かかってるでしょう。いきます。潮騒の歌、海の浜の岩陰に立って潮騒の砂に涙を捨てて思い切り呼んでみたい、果てしない海へ言えた僕の若い力呼んでみたい、恋でもいい、何でもいい、他のすべてを捨てられる激しいものは欲しか、潮騒の浜岩陰に立って潮騒の砂に涙を捨てて思いっきり呼んでみたい、果てしない海へ消えた僕の若い力呼んでみた、というところで、知り合いまして、結婚するわけですけども。全然わからないね、当時はですね、関白宣言で入りましてね、私もご多分にもらえず、あ、少し長いですね、すみません、行きます。巻き替わりましたので、あ、間違えました。お前を嫁にもらう前に言っ
っておきたいことがある。かなり厳しい話もするが俺の本音を聞いておけ。俺より先に出てはいけない、俺より後に起きてもいけない。飯はうまく作れ、すぐ綺麗でいろ、できる範囲で構わないから、忘れてくれるな。仕事もできないとこに家庭を守れるはずだとないこと、お前にはお前にしかできないことも遅いですか。でもいい、俺より早く行ってはいけない、何もいらない。俺の手を握り、涙のしずく二つ以上こさ、お前のおかげでいい人生だったと俺が言うから、必ず言うから、忘れて行きました。
みたいなこれね、食事してね、皆さんね、面倒くさいと思いますけどね、さっきもね、おーって時に皆さん、おーって言わされて、なんかわかるって言いますけど、また余計なこと喋ってますけどね。陽水が好きな都春にをやろうと思ったんですけど、負けが入りましたんで、夢の中行きます。夢の中へ。未だに夢の中へですね。